巨大なオサガメは海に入ると戦士時代に見えます。自然は大きくて美しいことがあり、オサガメは彼女の最も印象的な自然の素晴らしい例です。これらの海の巨人は直径が4から7フィートに成長することが多く、重さは650から1100ポンドになります。さらに大きくなる人もいますが、これらはおそらくビーチでこれまでに見た中で最も恐ろしいものの一つです。現在ウェブを席巻しているビデオは、特に巨大なオサガメが非常にゆっくりと海に戻ってくる様子を撮影しています。カメは海に生息する生き物ですが、空気を吸わなければなりません。少なくとも45分ごとに浮上する必要がありますが、休んでいるときは7時間も息を止めることができます。彼らの大きなフロントフリッパーは、彼らの巨大な重量を水の中を推進するように設計されており、海にいるときは非常に優雅に見えます。しかし一度着陸すると、同じ足ひれは砂を横切って巨大な体を動かすのにそれほど優れておらず、このビデオで見られるようにその進行は骨の折れるほど遅いです。浜辺で昼寝をして目を覚ますと、隣にいるこの生き物を見つけることが想像できますか？それがそのような群衆を引きつけたのも不思議ではありません。赤ちゃんオサガメが孵化するとき、彼らは親の援助なしで海に彼らの方法を作ります。巨大なオサガメは海に入ると戦士時代に見えます。この映像がどこで撮られたのか正確には分かりませんが、水着を着た観光客がこの壮大な動物が波に入るのを見るために集まるので、それは明らかに休日の目的地です。オサガメにはオサガメ、赤ウミガメ、平田ウミガメなどいくつかの種類があります。それらは北極と南極の橋を除いて世界中のすべての海で見られます。これまでに記録された最大のカメはビーチで岸に打ち上げられたオサガメです。ウェールズ、1988年に英国で漁網に絡まった。長さは9フィートを超え、重さは2019ポンドを超えていました。専門家によると、それは約100年前のものであり、その遺体は博物館に展示されています。ウミガメは通常巣を作って産卵するためだけに岸にやってきます。これがこのビデオのオサガメが上陸した最も可能性の高い理由です。しかし体温を上げるためにビーチで日光浴をすることもあります。これは体温調節、体温の制御の一種であり、体温を制御するために環境に依存しているため、しばしば冷血動物と呼ばれます。カメは水温が低いとビーチで日光浴をする可能性が高くなり、消化を助け免疫力を高めます。この映像のほとんどの人間は岸でカメを見つけたらどうするかについてのアドバイスに従っています。彼らはよく後ろに立って敬意を表する距離を保っています。この美しさがやがて砕ける波に到達し、海に向かうとき誰もがとても安心します。あなたは海からの他の巨人のこれらのビデオを見逃したくない。